なお、前原代表の方からは、私自身が出馬をというお申し出を、今日もいただきましたけれども、最初からこの件については、私の、総選挙への出馬はございませんということを改めてお伝えを申し上げました。その際に、ではどういう旗頭で戦うのかということでございます。チャーターメンバー、希望の党のチャーターメンバーとともにですね、どのような形が一番いいのかということをきちんと整理をしていきたいと考えております。考えてみますと、この首班指名云々の時に、これまで自由民主党の方々は畑政権の後、村山政権を担がれたということがございました。こんな形でですね、水と油で、その手が結ばれたなどということも、首班指名という言葉で改めて思い出したところでございます。少なくともしっかりとこの戦いにおきましては、安倍政権に対峙をしていくという方向性を一致しながら、これからの総選挙に臨んでいきたいと考えております。そうしますと、もう、立候補はもう完全にないということを前原さんとも確認したということでよろしいですか。はい、大変熱望をいただきました。ラブコールいただきました。私は冒頭からこの私自身の総選挙の出馬ということは考えていないということは再三お伝えしてきた通りでございます。ではどうするかということで、改めてきちんと私どもの方で整理をさせていただきたいと考えております。私からは、やはり代表である知事が、小池さんが衆議院選挙に出ていただきたいと、こういう話をさせていただきました。誇示はされました。しかし私の方からは、やはり衆議院選挙というのは、これ政権選択の選挙であり、また誰を総理に選ぶかと、こういう選挙でありますので、その点については、出ていただきたいけれども出られないのであれば、早急に、話し合いをして、決めなければいけないという点についても合意をさせていただきました。首班指名を誰にするかというのは、公示までに期限を区切ったり して決めていくものなんでしょうか。小池さんと話をしましたのは、私は小池さんが出られるべきだということを申し上げました。ご本人は誇示をされたということでありますが、そのことも含めてですね、早急にというのが2人の合意だったと思います。代表、主犯候補はチャーターメンバー、民主党出身、またご自身も含めてどういった方がふさわしいと思いでしょうか。小池さんと相談したいと思います。イメージはあるんですか、どなたかという。私は小池さんがいいと思います。すみません、前原代表にですね、総理候補が決まった場合は否定、誇示はされませんか。仮定の質問にはお答えを今はいたしません。小池さんが誇示をしたというのは今日の段階でということなんですか、それとも完全にもう衆議院選挙にも出ないということなんでしょうか。私は今までも小池さんが出られるべきだと、そして総理候補になられるべきだということは実は申し上げてまいりました。で、今日またそのことについて私からお話をしたということであります。この後もそうすると求めていくということになるでしょうか。2人でまた話をしていきたいと思います。前原代表はずっと総理になると、なりたいというふうにおっしゃったと思うんですが、どうして今回、首班指名を受けたいというかですね、私がやるというふうにおっしゃらないんでしょうか。私は民進党の代表です。そして民進党には参議院議員、そして地方組織、そして自治体議員の皆さん方、そして今度は無所属で戦う衆議院の方々が、数十名おられます。そういった方々をどう選挙後に新たな塊として、救護できるかということが私の使命だというふうに思っておりますし、またそれをしっかりやりきりたいという思いであります。小池さんは衆院選に出ない、前原さんは出てほしい、これ意思の疎通は取れてると言えるんでしょうか。話をしております。意思の疎通はできていると思います。小池さんはどういう言葉で誇示したんですか。正確に一字一句、覚えているわけではありませんが、私は出ませんという趣旨のことを、おっしゃいました。前原さんとしては今後説得をするという理解でいいですか、小池さんを。説得というかですね、これも従来から申し上げていることなんですが、政治家の出処進退というのは自ら決めるものであります。
私の考えは申し上げました。最後は小池さんのご判断だと思います。あ、前原代表、まだあの小池代表が衆院選に出るかどうかという問題については決着してないという認識ですか、それとも決着したというご本人は決着したと思っておられるかもしれませんね。前原代表はまだ決着してないとお考えですか。まあ、やはり政権選択の選挙、誰を総理にするかという選挙でありますので、それについては早急に相談者が決めていくということであります。小池さん側から主犯指名は前原さんにお願いしたいと、そういう発言はこれまでありましたか。今までの話は一切そこは我々は皆さん方の前で申し上げるべきではなくて、私が申し上げたのはとにかく小池さんに出てもらいたいということを私が申し上げたということであります。今日の会談の中でなぜこう小池さんに出てほしいかと、あなたはこういう人だから出てほしいとか、そういうようなことをお伝えしたんでしょうか。まあ、希望の党を自らお作りになられて、もちろん都政で重要な役割を地位として果たされているわけでありますが、国政にも影響をしっかり与えたいし、国政を変えていきたいという思いを持っておられる小池さんが党を作られたんですから、出られるべきではないか、政権交代を目指すのであれば出られるべきではないかということを申し上げました。小池さん側は国政進出を断った理由としては何とおっしゃっているんですか。まあ、これはご本人にお聞きをいただきたいんですが、知事の仕事を、やられたいという思いだと思います。